はい、皆さんこんにちは。こんにちは。教会服の堀さんに来てもらってます。久しぶりですね。久しぶりですね。そうですね、来ましたね。空調婦人服、これ2019年関西ベストですよ。ベストこれサイズ LL？ これ LL です。お、堀さん身長169の体重80、はい、体重90あるんですか？そんなあるの？90あるヘビー級じゃん柔道だったら結構だ、まあまあの階級で、まあまあまあ、不利じゃん、不利でしょ。ちっちゃいからね。ねえ、ちっちゃいから不利じゃん。出るときはちょっと減量しようかな。そうなんですね。で、LL でちょうどいいの。まあ別に、そうですね、ちっちゃいから。価格はちょっとおかしいから、ちょっとあんま参考にならないと思う。モデルとしては向いてない ね、 ね、 これね。ですよね。で、これですとね。これベストです。あの、関西、うん、空調婦人服で唯一の、うん、TC のベスト。TC。ポリ100じゃなく TC のメンコットン。メンコンのベストですね。ああ、いいですね。ちょっと後ろに待ってました。あ、ここ反射ついてるんですね。そうです、そうです。あ、でこれあれぴったり系？ここぴったり系？僕が着てるからぴったり系なのかな。なんか若干隙間が、メーカーによってね、やっぱこの隙間、ここからエアが出るタイプと出ないタイプある。割とじゃあぴったり系なのかもしれない、ね、かもしれない。僕ちょっと腕太いのもあると思うんですけど、うん、いいですね、いいですね、うん、ではここに両腰ポケットの、そうですね、ここもね、ここにポケットが、うん、ね、色がベージュと、ネイビーとシルバー、シルバー3色、はい、3色ね、はい、あとは特徴は、まあ、関西ということですね。関西ですね。で TC と、そうです、はい、まあ、TC が一番大きいポイントになると思います。ベストね、去年すげえ売れたんですもんね、はい、そうですね。ぜひ試してください。今年はあの、はい、競合がたくさんあるんですけども、はい、勝ち抜いていくと思います。はい、ですね、はい、ぜひともお願いします。交換皮膚空調婦人服、はい、品番が1005ですね。1005、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。